大谷静香です。朝の体重測定。朝の体重は 55.4、 昨日の夜の 55.6 から 200g しか抜けていません。なんで？で、昨日の朝から比べるとプラマイゼロです。はい、今日も朝トレ配信をしました。朝7時からメロン、ちょっとした筋トレを YouTube 生配信しながらみんなと運動しました。運動前はプロテインを入れてます。ビーレジェントのメロメロメロン味。そして運動が終わってからの朝ごはんです。空腹で運動する方が脂肪が燃えるので、今日は鶏と軟骨の豆腐ハンバーグとおろしポン酢でいただきました。初ですね。うんー、うん、驚くほど美味しかった。柔らかくてパサパサしてなくて、冷凍なのになんでって感じで、この豆腐もなんか何気にお気に入りなんですよね。梅の味がして、朝はしっかり、朝から夜にかけて徐々に少なくしていくようなご飯を今は心がけてます。だから朝は米も食べるし、これが美味しすぎるの。超お気に入り。マジ何が入ってるかよく分かってないけど美味しい。マジ美味しいな、このご飯。どんぶりで食べた。で、お昼はちょっとお昼前ですね、仕事前だったのでプロテイン飲んで、じゃん、筋肉食堂さんのパワーサラダって言ってたかな。すごい、こんなおしゃれなのもダイエット中に食べれるなんて嬉しすぎる。しかもめちゃくちゃ美味しい。これだけ見たらフードファイターのサイズですけど、中は鶏肉と、これなんだ、これは卵白ですね。卵白とあとキノコ、かぼちゃ、さつまいもですかね。あとレンコンとか根菜がちょっとあったかな。こんな感じでお昼もしっかり食べて、お腹いっぱいいっぱいになって、昼過ぎにじゃん、電気を流しながらやるジムに行きました。なんか国の国費任務を任されたみたいな装備でトレーニングをやりました。それ終わりにまたプロテイン。トレーニング終わりのプロテイン本当にね、美味しい。なんか糖が入ってるって感じする。最近のプロテインは本当に美味しいのが多いから。で、夜ご飯は鶏わさとこの卵白とブロッコリーですね。夜は少なめなんですけど、鶏はさ、私大好きだからめちゃくちゃ嬉しかった。みょうが大好き。で、私卵焼きあんま好きじゃなかったんですね、もともと。卵焼きっていうか目玉焼きとかあんまり好きじゃなかったんですけど、卵白が嫌いなのかと思ったら卵黄が嫌いだったことに今回で気づきました。卵白めちゃめちゃ美味しい。普通に卵白だけで食べられる。で、いつもかけてるのは青じそドレッシングですね。青じそドレッシングで食べて、これが夜ご飯。なんか最近規則正しいというか、私夜ご飯とか22時とか23時当たり前に食べてたんで、こんな時間に終わらせて偉い。で、お腹に溜まったのがちょっと消化されてからキックボクシング行ってきました。これはキックボクシング終わった後の6ラウンドやった後のサーキットやってるってことですね。めっちゃ頑張ったよ。それで帰ってきて汗だくです。もう自転車で行ったんで、もうこの汗だくのまま帰ってきました。すごいよね。で、帰ってきてプロテイン。ちなみになんか運動頑張りすぎてないって心配してくれてる人いますが、なんだろう、運動が楽しくなってくる時期というかあるじゃん。多分ダイエットしたことある人分かると思うんですけど、なんかゾーンみたいな ところあるんですよ。ゾーンに入るみたいな。もう運動めっちゃやれる時期なので全然無理してないです。で、今日の入浴剤どれにしようかなって、はい、ずっとなんかしまってたよもぎのお風呂に入ることにしましたが、なんか色がつくわけでもなく、すごいなんかこんな感じのパックで、香りだけなんかちょっと硫黄っぽいなんかよもぎの香りがしましたが、お湯の色は変わらず、とてもシュールなお風呂に、はい、半身浴1時間ほどした後上がって、その半身浴で出た分の水分を
補給しました。水分の入れ替えって感じですね、水抜きっていうよりは。ちなみにパックとか普段あんましないんですけど、お風呂上がった後こう汗が引くまで暇な時間があるので、最近は割と半身浴した後とかパックしてます。あとはお水を一気飲みするなってトレーナーさんに言われてるので、ちびちび飲むことを心がけております。なんか常温なんて考えられなかったけど、ずっと飲んでたらね、最近慣れてきました。やっぱ人間慣れるもんなんだなって。で、まあ、夜ご飯が結構早めだったので、夜に小腹が空いてプロテインチップスをもうなんかかすくらいしかないんですけど、本当にちょっとだけ食べました。で、夜の体重測定です。夜の体重が 55.8、 400g 増えました。最近夜ずっと 55.7 が続いてたのに 100g 増えましたね。くぅ、頑張りたいです。で、明日は朝トレ、朝7時からのトレーニングにしたいと思いますので、皆さん参加できる方はぜひしてみてください。それでは皆さん、今日はどんな一日でしたか。明日も一緒に頑張ろうね。バイバーイ。